皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。桜井翔が総合司会を務める音楽特番ザミュージックデー2024。7月6日土曜日、昼3時夜10時54分。日本テレビ系、ガチバ、幕張メッセから生放送。同番組に出演する B、ファーストからインタビューが到着した。写真、桜井翔がうちわを持つザミュージックデー2024。 メインビジュアル8時間生放送日テレ系夏の音楽の祭典 THEMUSICDAY は日テレ系夏の音楽の祭典総60組を超えるアーティストが登場し夏の始まりに熱く燃える8時間生ライブを繰り広げる今回は「サプライズ」をテーマに驚きや感動が盛りだくさんな内容となるコラボの特別ステージも B フファーーーススストはママタープランンをパフォーマンスさらに、ソータは、幼馴染三3人によるキングプリンス1番と B、ファーストブンブンバック、SP ステージ両機は、世界的ラップソングトリビュートコラボメドレーに出演。番組出演前にコメントを寄せた、今日のパフォーマンスや衣装など、視聴者の方へお伝えしたい注目ポイントは何ですか マナとマスタープランは何度も披露させていただいていて佳境に入ったくらいだと思うんですけどよりヒップホップ色を意識して僕らの今年を確実に色づけてくれた曲です何より今日の衣装は最初で最後のものなのでそれを含めパフォーマンスを見てほしいです颯太さんは高橋海人さんキングプリンス海田さんと幼なじみ3人で披露する「キングプリンス、 1>, 1番と B、ファースト、ブンブンバック、SP ステージに出演されます。ステージへの出演、3人ではどんな話をされてきましたかそうた、僕たちがキッズの頃、めちゃくちゃダンスは盛り上がってたし、あの頃、めっちゃかっこいいスタイルがいっぱいあったよね、というような話をすごいしています。当時していたダンスの、ジャンルは3人とも全然違っていたんですが、 キッズを抜けて今再会したらなぜかスタイルが似ていたというエモさがありました生放送でできることをすごく嬉しく思うのでぶちかましたいと思います良きさんは世界的ラップソングトリビュートコラボメドレーに出演し3代目 j s o u l b r o t h e r s e さんストーンズ、田中樹さんとルーズユアセルフ、エリーさん田中さん20 マユカさん、リマさんとパンプイットを披露されます。このメドレーへの思いを教えてください。「良きルーズ・ユアセルフ」は本当に大好きな曲で、カバーの形で地上波で披露させていただく日が来ると思っていなかったのですごく楽しみにしていました。こんな機会をいただけたことを本当にありがたく思いますし、さらに事務所の垣根を越えたコラボということで、 アーティストの方々と共演できることを本当に嬉しく思います。今日限りの特別なステージになるんじゃないかと思っていますので、ぜひ楽しみにしていただきたいですし、ぶちかまします。最後に、視聴者の皆様に向けて意気込みをお願いします。ジュノンドーム公演の時からパフォーマンスしてきたマスタープラン、ここに来て最高のパフォーマンスできるように今日は頑張ります。 高橋海斗の項は正しくは、はしご項。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。